まあ、曲をたくさん聴いてその曲の良さみたいなことを、だから僕が書いたのはもともとはパーティーアニマルっていう曲なんですけど、やっぱダンスビートでノリのいい言葉が中国語と英語で書かれてたので、やっぱそのリズムを崩さないようにっていうのは念頭に置いたんですけど、やっぱりそれプラスメーデーの良さ、メーデーの魅力みたいなのを日本の人にもっと分かってもらえる、ちょっとした助けになればいいなと思って、やっぱそのアジアから、このアジアのビッグバンドが日本に来るみたいなことをやっぱり表現したかったので、やっぱアジアっていうキーワードをテーマにしました。僕も1曲だけなんで、その緊張をしてたんですけど、すごく優しく、そういう風に一緒に今日はいいライブしようみたいな、そう優しく包んでくれたので、とってもやりやすかったんです。で、そのライブの終わった後にいろいろ、今度台湾来たらいろいろおいしいところ、紹介するからとか、一緒にお酒飲もうねみたいなことを話しながら、そんな時間がたくさんなかったので、たくさんは話せなかったんですけど、そんな約束をしたり、まあ、後から聞けば、あの割とメーデーの方々は、なんていうんですかね、身近な話は下ネタだとかが好きだと聞いてたのでもっとそういう話しとけばよかったなっていうその情報があったら、もっとそういう、僕らもその辺は大丈夫なのでいっぱい話しとけばよかったなと。まあ、人懐っこさ、台湾の人の人懐っこさとがまず一番最初に大きな印象で、あと新しい町と古い町が本当に交差して、入り混じっているその町並みっていうのがやっぱ台湾独特ですし、それはすごく大きな魅力だと思います。やっぱ人がいい、優しい、みんな、日本の人もすごくなんかとっつきやすいというか、すぐ仲良くなれる感じとかがすごく居心地がいいので、またら食べ物美味しい、ルーローハンもそうだし、小籠包もそうだし、あの火鍋、薬膳鍋っていうのが日本語で、あれも食べたけどとっても美味しい。その中で一番気に入ったところとか、台湾好き、いろんなとこ行ってて、まあ、大体こう友達とご飯食べてもどこが良かったみたいな話に大体なるじゃないですか、そういうのって。まあ海外の話だったら、でもやっぱり初めて台湾に来てから、まあ、気軽に近いってこともあって、なんか台湾を勧める機会が多くなりましたね。入り口っていうのはグルメとか、観光スポット9分とか、そういうすごい分かりやすい入り口もあるし、もっと深いカルチャーもあるから、なんか気軽にも来れるし、深く知ることもできるし、やっぱ台湾はすごくいい旅行先、観光地、旅行先だと思いますね。台湾の方結構バラードが好きっていうふうにも聞いたことがあるんで、愛が呼ぶ方へという曲があるんですが、それを台湾の方に送れれば